ちょ、いやーすげえ、ご無沙汰しちゃいました。皆さんこんにちは、こんばんちはですね。もう5時っていうと暗くなっちゃうんですけどね。はい、今日はですね、ずいぶん前に、在庫してるというかになっている幕張ですね。幕張さんのこれ6000、あれ見えないね、暗くて。よいしょ。一応6000っていう機械なんで、まあ3キロぐらいで使ってくださいっていうことで、20発なんですけどね、20発結構お宝ですよね。こっちに西牢屋80、こっち10発、中押し入れて10発、反対面にも10発ってことで20発ですね。思いっきりパワーを出すというよりは、変調、いい変調出るなっていうなんか感想ですけどね。思いっきりのパワーというよりは、そんな感じの、機械だと思います。結構マニアの間では人気の機械ですね。もう古いですけどね、まあ、ちょっと整備して、ちょっとこの辺もね、もう調整したんで取っちゃったんですけどね、後で取ってきれいにしますけど、ちょっと見直して、どっかでメンテナンスしてたと思うんですけどね、もうキロぐらい、キロ200ぐらいしか出なくて、ファイナル飛んでんのかなと思ったんですけどね、そうでもなくて、細部にね、ちょっと調整というか手直ししてみました。はい、ちょっとどんな実力かですね。押しをね、ちょっと抑えてパワーをそんなにむやみに出さないでね、いい変調で喋りましょうっていうような感じの味付けですね。はい、ですから NASA のスーパーかなんかで押すとね、結構出ますけどね、大人の使い方でね、いい変調で喋ってほしいなっていう感じですね。はい、とりあえずちょっと押してみましょうか。1、2、3、4段階ですね。まあとりあえずフルで電気入れてみましょうか。ファンの音がね、結構すごいですけどね。はい、こんな感じで、さすがに20発だから2キロは軽く叩いちゃいますよね。素晴らしい。よいしょ。でこっちテストなんでね、まああのあれですけど、電気思い切らると4キロぐらいは出る。まあそんなにあんまりパワー系じゃないんで、こんな感じかなっていうところで、ちょっと電気が明るいかな。よいしょ。これで見えるかしら。暗いね。暗い。こんな感じですね。なかなかいい機械ですよね。お宝だと思います。取ってあるんですよね。なかなかね、台数がなかなか出回ってないから、手放しちゃうとね、また手に入んなくなっちゃうんで、別に僕は無線やってるわけじゃないんですけどね、いい機会なんでね、懐かしい思い出で撮ってあるんですけど、まあもうそろそろいいかなって感じですけどね。はい、というわけで、これ幕張さんの6000。すごいね、このメーターがね。ちゃんとね、パワー系で見てくださいね。そんな感じですけど、これはね、スーパーは殺してあります。普通にアベレージでね、ピークで伸びるような感じにしてあります。変調が軽くなっちゃうんでね、あまり使わない方がいいと思います。はい、そういうわけで久しぶりですけどね、手持ちの幕張の20発ちょっと駆け足で紹介してみました。持ってる人、密かに使ってる人いるんじゃないですか、これ。いい機会ですよね。はい、お久しぶり、以上です。